どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、これもうなんだろうね、スーパーの袋みたいなもんなんですけど、ワークマンに行ってまいりました。ちょっと前にね、配信とかで冬物のワークマン見たいみたいなお声をいただきまして、で前回行ったのがまあ直近で言うと1ヶ月くらいかな、秋物を探しにね、ワークマンパトロールみたいな感じの企画でやってたと思うんですけども、もうその時点でね、結構冬物ダウンのアイテムだったりとか、こう中綿系のね、こうあったかそうなアイテムかなりあったんですけども、まあなんでね、早めにちょっと行かないとなくなっちゃうかなと思ってたんですが、ちょうどねタイミング的にも良くて、でたまたまね鳥がかかることがありましたので、ちょっと買ってきました。で今回買ってきたのは2点で、こうヘビーアウターみたいのはね、なんかいい感じのがなくて購入しなかったんですけども、かなりね面白そうなアイテム2つなのと、プラスアルファで、ね、1つのジャケットに関してはねマジで使えると思うので、よかったらねぜひ見ていていただければというふうに思います。ヘビー系のアウター、まあダウンだよね、ダウンとかなんで買わなかったかっていうと、まあ、どうしてもねこうなんだ、気になるポイントとかちょっとチープに感じちゃうなみたいなポイントがあって、でなかなかね手が伸びなかったんですけども、コスパよくねこう機能性だったりとか手に入れるんだったらワークマンすごくいいと思います。もうなんか陳列してる棚というかラックがもうパンパンで、多分もうこう今のシーズンがね中綿とかダウンのアイテムでボリュームもすごいし、あとは型数もすごくて、もうラックからはみ出てる感じでね、商品数半端じゃなかったんで、まあなんかね見てるだけでも面白いと思うんで、よかったら遊びに行ってみてください。はい、っていう感じでね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、まず1個目、目玉のアイテムからいきたいと思います。これマジで言ってる、インナーダウンなんですけども、商品名の方がバズヒートストレッチマシュマロカーディガンというもので、まあマシュマロジャケットみたいなやつをね、こう前回の秋物でもお伝えしてたと思うんですよ、ライトアウターで、まあ、それのなんかインナーダウンバージョンみたいな感じですね。まあ、カーディガンタイプなので首元はねスッキリとしていまして、あとはその前回のジャケット同様、この肌触りのところですよね、これインナーダウンだったら確かにめっちゃいいなっていう風に思って、で色展開はね今回僕このベージュを選んできたんですけど、ブラックとかあとはイエローとかね、ちょっと明るめのカラーもあるので、ライトアウター代わりにねこのインナーダウンというか、まあ、このダウンカーディガンみたいな感じですよね、マシュマロカーディガンってやつか、それをね使ってもいいと思います。で僕が購入したサイズは L サイズで、価格のところがなんと税込みで2900円、バグってます。はい、もうかなりバグってると思います。で、まあ、試着してみましょう。これまあいつもだったらねワークマン買うときに XL とか 2XL とか、まあ、かなり大きいサイズ買うんですけど、これはねコートとかの中で使いたいなっていうふうに思うような、そんなデザインだったので、こう L サイズで着用した時にねジャストサイズだったんですよ。なんでこのサイズを選んだっていうところになります。はい、こんな感じですね。僕が 175cm63kg で今 L サイズを着用して、こんな感じ、全体のバランス的にね悪くないと思います。今少し太みのねデニムと合わせてるんで、色合い的にもバッチリだと思うんですが、これをね大人っぽく着こなすんだったら、少しワイドめのスラックスとか、まあ、今の時期だとウール系のねスラックスなんか、よくどんなブランドさんでも売ってると思いますし、特にユニクロとか、こうあったか素材のねこうテク系のパンツでもウール風なねものなんかもあると思うんで、そんなものと合わせてあげると、このカーディガンタイプなんでねすごく落ち着きが出ると思います。まあ中にねシャツとかレイアウトさせてもいいと思うんですけど、僕はこの L サイズだとね、今中にね薄手のスウェットを合わせてるんですけども、ほんとジャストサイズっていう感じなんで、この上にねコートだったりとかアウターをね重ねて着用すれば、ほんと真冬でも対応できるかなっていうところです。であとはね、商品名にある通りね、マシュマロって書いてあるんですけど、本当に肌触りいいんですよ。なので一番外側のシェルになるよりも、こうインナーダウンみたいな使い方でね使ってあげた方が本当に着心地いいと思いますし、ストレッチはねちょっとだけ効いてるんですよ。そのね着心地の良さだったりとか、可動域のところのね自由さだったりとかを生かして、僕はアウターの中で使おうかなっていうふうに思ってます。まあ今の時期とかね、こう夜散歩とか行くんですけど、これくらいの羽織が1個あるとねすごく便利なのと、あとボリューム的にもねかなりちっちゃくなりますので、リュックの中とかに入れといてもねいいと思います。主なディティールのところなんですけども、袖口だったりとかはねこういう風なパイピングでしっかりとストレッチが効いております。でまあこういったねスナップボタンとかはね、やっぱコストパフォーマンス上しょうがないのかなって思うんですけど、プラスチックで同系色のボタンがついてます。でこれのマシュマロなんちゃらっていうシリーズのダウンジャケットもあったんですよ。でそれ買おうかなって悩んだんですね。価格も5000円以下とかそんなもんだったんで、なんですけどやっぱねダウンとかもこのねボタンとかこれと同じスナップボタンだったんですよ。なんでちょっと安っぽいなっていうふうに思って、まあ、インナーダウンとかだったら目立たない分、こういうふうな同系色でね揃ってる分にはすごくいいなっていうふうに思う
思うんですが、どうしても一番外側でね印象になる部分とかだともったいないなって思っちゃったので買わなかったんですが、インナーダウンはインナーダウンでね全然ありだと思います。あとはねこの胸元にジップ付きのポケット、こんなに安いのにねしっかりとポケットもしっかりと付いてるんですよ。まあ僕はここにタバコを入れるでしょう。ウエストのところにもしっかりとハンドウォーマーポケットがありますし、この中なんとマイクロフリースです。なんで手を入れた時にすごくあったかいんですよ。まあそういったね細かいところも作られております。ただねこの裾のところとかはねドローコードとかは一切ないので、あまりデカすぎるサイズとかを着ちゃうとこの浮きのところが気になってしまうと思うんで、まあ、インナーダウンみたいな感じでねジャケットの中で使わずにこれを本当にライトアウターとして使うんだったら、オーバーサイジング気味で着て中にフーディーだったりとか厚手のシャツとかそういったものを合わせるっていう風にねサイズのところで調整してあげてもいいと思います。はい、これめっちゃいい。シルエットも普通に綺麗なんですよ。 L サイズとかだとね僕だいたい袖のところが足りなくなったりとかするんですけど、本当にいい感じのねシルエットになってて、アーム自体もねそこまで太くないんですけども細すぎず、多分袖通しなんかもねいいと思いますので、どんなアウターにもね対応できるかなっていうふうに思います。はい、っていう感じでこれが1点目。これ普通にかっこいいよね。今ちょっとね同系色のニット帽なんか合わせちゃってるんでね、かなりポップな感じなんですけども、まあ、ハットとかキャスケットとか、あと髪型もねこう単発でフェードカットの方なんかはねすんげー合うんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ余談でした。で2点目なんですけども、これはねちょっと実験的に買ってみました。これがね商品名の方がキルトポケットパンツ、僕はね L サイズのカーキを買いました。これでなんと税込み1900円。何なのこんな感じでね、僕は去年くらいからダンパンというか、まあなんだろう、ダウンパンツとかもそうですし、あったかい系のね中綿が入ってるようなパンツだったりとかいろいろ探してるんですけども、やっぱりワークマンやってきましたね。こんな感じでねウェーブキルトのタイプのねちょっとミリタリー臭のあるそんなパンツになっております。ただねシルエットのところがちょっとどうなんだろうと思って、そういう意味で挑戦的なところなんですけども、かなりテーパード効いてて裾に向かって細身になってます。なんで L サイズにしてねゆったりと着用しようかなっていうふうに思ったんですが、これ多分 S とかでも僕ウエスト全然入るんですよ。なんかで履いたらほんとスキニーみたいな感じになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、ただまあ股上の部分とかね太もものあたりはある程度あるので、なんかどんなシルエットなんだこれっていう感じに思ってます。でウエストのところはねこんな感じでバックルになってるんですけど、まあ、これは好き嫌い分かれますよね。僕はそんなに好きじゃないんでね何とも言えないんですけども、まあ、ちょっとアウトドア感のあるねギア系のね洋服だったりとかでよく見ると思うんですが、まあ、そんな仕様。あとはケツポケットはねこんな感じで右ケツに1つ、あとはサイドに、ね、普通にポケットがついておりますので、機能性だったりとかねアウターパンツって呼ばれるものとかだとあんまりねそのポケットだったりとか収納系ってついてなかったりとかするんですけど、しっかりと生活面に寄り添ったデザインになってます。あとはねこういう風なキルティングな感じなんですけども、本体ねポリエステル 100% 中綿ポリエステル 100% ってところなんですけど、見え方がねすごくコットンライクなんですよ。ナイロンみたいにねツルツルシャカシャカしてるっていう感じでもなくて、すごくね柔らかく風合いのあるね生地になってますので、まあ、カジュアル試して使う時にもねすごく使いやすいと思います。まあ、なんか真冬のパンツだっていう感覚でもなく、普通にねバランス取りやすいそんなパンツかと思いますね。ちょっとこれ履いてみますね。はい、着用してみました。これめっちゃいいです。すごい。なんだろう、なんとも言えない。これが1900円だったらマジ買った方がいいと思います。すんごい暖かいし、あとはね、動きやすい。ストレッチはね、ほぼ入ってないんですけども、この見た目結構細いかなと思ったんですけど、このね、ケツ周り、腰周りっていうのかな？腰周りなんか結構太身にできてて、それに対して裾に向かってね、めちゃくちゃストンと固定パード効いてるんですよ。なんでこのね、裾口のところはね、ほんと細いので、本当はブーツ合わせようかなと思ったんですよ。ちょっと山っぽい、アウトドアっぽいね、足元にしようと思って、ダナーとか合わせたんですけど、ほとんど被らないですね。まあ、被せることはできるけど、なんかいい形にならないってところがあるので、まあ、合わせるんだったらね、こうダナフィールドローとか、ちょっとローカットのね山系の靴とか、今はねこういう風にレッドウィングのオックスフォード合わせちゃったんですけど、個人的にはローカットのダナなんかがすごく合うかなっていう風に思います。でいい具合のねこの腰回りのゆとりと、あとはこのウェーブキルトのねこうなんていうのかな、なんとも言えないあまり主張しないアクセントというか、まあ、これ1枚でね結構雰囲気ガラッと変わるので、まあ、秋冬だったりとか、あとアウトドアなんかにもすごくいいと思います。このポケットのね中もね、さっきのインナーダウン同様あったかい素材、マイクロフリースみたいなものになってるので、手を突っ込むだけでもすごくあったかいですし、もちろんパンツ自体のね足のところもすごく下半身温めてくれるような素材に内側がなっているので、これ1個でね結構防寒性能高いと思います。ちょっと画角変えてみますね。はい、こんな感じですね。まあ、腰回りのゆとりがかなり強調されてると思います。ほんとサルエルパンツまではいかないけどね、まあ、そんな感じのテーパードになっているので、今ローカットのねこうスノーピークコラボのダナーがね家の方だから今倉庫になくて不本意だ。
あれ合わせたらもっとかっこよく見えると思うんですけどね。まあちょっと想像で見てみてください。あとはスニーカーとかでもね、全然ありだと思います。こうただね、こうかなりね、裾のとこ細いので、ボリュームがありすぎる靴とかだと、ほんとミッキーマウスみたいになりそうだし、忍者みたいな感じになりそうなんで、ちょっとね、気をつけた方がいいと思います。ちゃんと腰上げて履くとね、こんな細さなんですよ。まあこれはこれでかっこいいですけどね。これはこれでね、スリッポンとか合わせてあげても全然ありだと思うんですけど、まあ、このね、風合いのところ、こうナイロンみたいにツルツルシャカシャカしてる感じでもなくてね、コットンライクな感じで、まあ、光沢は出てるんですけど、そこもね、まあ、ギアっぽさもありつつ、アウトドアだったりとかね、そういう雰囲気を足元にちょっとプラスして、秋冬のコーディネートのねテーマにしたいなって人にはね、1900円でこれ買えるんだったら本当便利だと思います。いろんなテック系のブランドからね、高機能なパンツとかっていろいろ出てると思うんですけど、なかなかやっぱお値段もしますし、チャレンジするにはね、ちょっと手が出づらい部分もあると思うんで、ワークマンなんかでね、ちょっとこのコーディネート組んでみて、バランスだったりとか自分の手持ちの洋服とね、馴染ませるみたいな感覚でね、チャレンジしてみるのもありだと思います。わ、これすごい発見だな。なんかやっぱね、ダンパンとかだとナイロン素材でね、ツルツルシャカシャカしてるものばっかりだったりとかするので、こういうふうなウェルブキルトだけど、まあコットンライクな質感で、やっぱシワの出方だったりとかナチュラルに出てくれる部分があるので、まあ、そういったところがね、カジュアルに使えるポイントだと思うので、まあ、よかったら見てみてください。色がね、他に確か黒とネイビーとかあったかな、あとベージュとか、まあ、いろんなカラーがあったので、まあ、このカーキだとちょっとミリタリー感すごく出たりとかすると思うんですけども、ブラックとかだとね、落とし込みやすいと思うので、よかったらチェックしてみてください。はい。はい、っていう感じで、ね、ちょっと上下も合わせてみました。これで足元がね、だなーのローカットだったらもう最高だったんだけどね。あー、ちょっと今ないんでね、ごめんなさい。こんな感じでたまーにワークマン行くとね、マジ面白いアイテムあるんでね、基本的には僕大好きな企画ですね。まあ、いつもね、シーズンごとって縛りを設けてやってるから楽しいっていう部分もあると思うんですが、なんかね、こう新作発表会みたいなのもお呼ばれしてるんですけども、まあ、基本的にスケジュールが全然合わなくて行ってなかったりとかするんですが、まあ、行かずにね、こういう風にたまーにワークマン行って面白いアイテム掘ってくるみたいな感覚がね、個人的には好きなので、まあ、このスタイル貫いていこうかなっていう風に思います。で、あとはね、他になんかあったかいものって言うと、やっぱさっき言ったダウン系かな。ダウン系とかフリースだったりとか、あとはなんか面白いものだと焚き火シリーズみたいな、燃えにくいみたいな素材をね使ってるアイテムなんかも多数あって、まあ、冬のキャンプだったりとか、アクティビティをねなされる方もいると思うんで、やっぱそういった時にね着ていく服で、ね、あんまり高いの使えないじゃないですか。まあ汚れちゃうと思いますし、そのさっき言ったように火で溶けちゃうとか、まあ、そういう風に溶けにくい素材をね出されてるブランド他にもあると思うんですけど、やっぱ結構こう値段すると思うんですよ。なんでそういった時にもね、すごく気軽にね、お買い物ができるのがワークマンのいいところだと思いますので、まあ、なんかね、機会があったらぜひ行ってみてください。結構ロードサイドとかでね、駐車場付きで営業なされてる店舗も多いので、個人的にはね、サクッと行ってパパッと見て、うわ、なんかこれおもろい、でも安いみたいな感覚をね、楽しんでいただければというふうに思います。はい。っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次は真冬か春かのどっちかでね、ちょっとワークマン見ていきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。